はい、ここは芸術大学のね、アート美術館か技術館かと知らんけど、なんか池らしいんでね、店見させてもらったそこね、すごいやろ、これはすごいわ。どこ入んだろう。まあ、綺麗にされてますわ。あれはあのオブジェなんだろう、これ。何で書いてあるの。わからんな、これ。いやー、すごいね。いやー、すごいことになってんだけど。そういうことか。ワンフロアで上は歩けるなってんのかね、これ。どっから歩くんやろ。すごいですね、これは。ああ、なんか事業されてんのかね。ああ、みんな勉強してありますわ。すごいすごい。空調が効いてるしね。あまりも素晴らしい建物やからね。あのね、上がね、3層4層になってるんだけどね。ちょっと意味わからんぐらいの、ね、広さなんだけど。これでよう持つのは、これの柱で。ちょっと横出られへんのかね。ここは、なんだろう。6ステージ。おー、ちょうどね、正面に。ビルの塔が見えますね。出ましょうか。下降りてみるか。いいね。ちょっと下降りれそうやね。どこ行くんだろう。なんか出れそうないんだけど。ちょっと2階上がりましょうか。残念でございました。ここから上がったかな。ここから上がれんねや。はい、1階お願いします。入ってもらおうの。言われてしまってでしたね。どう行きましょう。大阪芸術大学です。正面に。この柱で持つんかな。どうも。コンクリやしね。いいね。ここは何だろうな。いろんな学部があるんやろうけど。大阪芸術大学。あれ、ここから見たらちょっとね、形が普通の形や。はい、帰りましょう。わあ、これいいね、この木は。最高やね、これ。この木。この木、何の木だろう。これ、降りますか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ。今日は大阪芸術大学、ちょっとね、ポーランドのテントね。それとちょっとよくわからんけど、学部の中入ったんやけど、デザイン科かなんかわからんけどね。すごい建物でした。こんな奥にこんな池があると知らなんだね。あの大きな建物一個しか見えへんから、下からね。中こんな広いと思わんだね。この横の河南町の出たら大宝寺とかな、ネオポリス、ハンダネオポリスやったっけ。あ、ここにね、何年か5、6年住んだかね。すぐ横なんでね。
大阪芸術大学でございました。